はい、お疲れ様です。私の方からまず中小企業支援について改めて申し上げさせていただきたいと思います。我が党におきましては昨年秋に中小企業賃上げ応援トータルプランというものを出させていただきまして、それぞれの政策について細かく提言をしてまいりました。一つ一つ今それを前に進めているところでありますが、この度この特に年末年始を前にいたしまして、中小企業では仕入れが増える時期でもありますし、資金繰り等が大変に厳しくなってくる時期でもあります。すでに我々の提言も踏まえまして、政府に対しましてはこうした金融機関等に対する金融の円滑化経営改善支援等を強く要請しているところであります。そして中小企業の賃上げがやはり大きく焦点になっております。その賃上げができる環境づくりをしていかなければならないということを応援トータルプランでも申し上げてまいりました。そして来年の通常会に向けて下請け法、いわゆる下請け法の改正についても今政府の方で進められています。我が党も昨年そうした提言をしていたしてまいりました。とりわけこの不当な取引改革の据え置き禁止、今の下請け法では買い叩きは禁止と書いてあるんですけども、それは同じ値段に据え置くことは禁止、法律はされていないということになります。これだけ物価が上がっていく中で価格の据え置き、これも禁止をしていくというのは法改正にが必要になります。そういうこともすでに私も昨年の予算委員会で指摘をさせていただいておりますけれども、今回の下請けの改正の検討ではそうした意見も有識者が出ていると聞いております。またこれも昨年、そして一昨日の予算委員会でも岡本政調会長からも指摘をしましたけれども、下請け法というこの法律の名称をもう変えるべきだということも昨年来私自身も含めて申し上げてまいりました。上とか下ということで、非常に、嫌な思いをしている人がいらっしゃる。今パートナーシップ構築宣言というのもあったり、するわけですので、上とか下ではなくパートナーとして、実際に、大手企業に行って下請けという言葉を表だって言ってるところは多分ないと思いまして、みんな協力会社さんとかパートナー企業さんとかって言い方をしているわけでありますので、こうした名称の変更も要望してまいりまして、その方向で今検討されているやに聞いております。来年の通常会でしっかり議論していきたいというふうに思っております。こうした中小企業の皆さんが賃上げできるような環境づくりに資する下請け法の改正をはじめとした取引の適正化、これを党としても進めていきたいというふうに思っております。そしてもう一つは、あえて申し上げますが、扶養控除の話でございます。今税調が始まっておりまして、この扶養控除、特に昨年、一つ我が党が大変強く主張して、検討先送りというかもう一年検討してというふうになりました高校生年代の扶養控除についてであります。この家計が実質賃金が必ずしも安定的にプラスになっていかない中で、今こそ家計を温める施策が必要だということで、いくら児童手当が増えるからといって、高校生年代と一番教育費のかかるその世代の扶養控除を縮減見直しをすることは、すべきではないということを昨年申し上げ、最終的に1年先送りになりました。そして今に至っているわけです。今回も我が党としてはやはりまだなかなか家計は厳しい状況にあるということから、この縮減見直しということについては反対という声が大変強いわけでありまして、これをぜひ堅持をしていけるように最終決着をしていきたいというふうに思っておりますが、その先の話をちょっとしたいと思います。昨年の与党の税制大綱に私の意向で、我が党の意向で新しく入った言葉が実はございます。この税
の大綱を読んでいただくと、昨年のを見ていただくと分かるんですが、人的控除をはじめとする各種控除の見直しっていうところが実はありまして、まあ、そこには個人所得課税についてのことを触れております。配偶者控除の見直しとか、給与所得控除や公的年金控除、基礎控除の一体的な見直しなどの取り組みを進めてきていると、まあ、引き続き格差の是正および所得再分配機能の適切な発揮、働き方に対する中立性の確保、子育て世帯の負担への配慮といった観点から、歳出面を含めた政策全体での対応も踏まえつつ、個人所得課税における人的控除をはじめとする各種控除のあり方について検討を行うということが、昨年の大綱に盛り込みました。この中で、これまでもこれについては大綱にいつも触れてきたんですけども、新しく入った言葉があります。それが我が党が主張いたしました、子育て世帯の負担への配慮といった観点、という文言は実は昨年初めて大綱の文書に入った言葉でございます。この子育て世帯の負担への配慮というのは、まあ、扶養控除の見直しに関わる文言でございまして、今申し上げた高校生年代の扶養控除、この縮減見直しを思いとどまらせることはもちろんありますが、さらにその先に今後この各種控除の見直し、とりわけ子育て世帯の負担への配慮という観点を強調して、今年はまあそれは間に合いませんが、来年以降税制の中でもきちんと議論していくということを昨年の年末に担保しておりますが、今後この高校生年代に加えて子育て世帯の負担への配慮をという観点から、扶養控除の見直しに我が党としても積極的に取り組んでいきたいということを申し上げさせていただいて、冒頭の発言とさせていただきます。ご質問のある方はお願いいたします。毎日新聞の間口です。税の関連なんですけれども、防衛増税について所得税のみ先送りするという報道出てますけれども、事故で協議続いていたと思いますが、現状把握されている点お願いします。はい、私が聞いておりますのは今ご指摘の通りでございまして、我が党はこの防衛、いわゆる防衛力の財源を確保するための仕組みについて昨年も同様の議論をし、昨年税調会長でありました私も各種メディアの皆さんのインタビューを共同で受けた際に申し上げました。所得税については、昨年の1年前の発言ですけれども、見送るべきであると切り分けて所得税は見送るべきだと、その理由は昨年の今頃はちょうどその定額減税の話とか、やはり同じようにまだなかなか物価高にあえぐ生活苦ということを考えると、所得税に関しては、これを、実質負担はないといえ政治のメッセージですので、税制は増税をするということはやめるべきだと、しかし一方で防衛力の整備ということが借金にだけ頼るということが果たしてよいのかというのもその通りでありますので、そういう中で、大法人に対する付加税、またタバコ税、これは維持せざるを得ないとしても所得に関しては増税すべきではないということを申し上げました。結果としてご案内のとおり、昨年は3税とも検討見送りということになったわけです。そして今年、今この防衛力の財源についてもやはり所得に関しては、それこそ昨年もそうですけど、今年はさらに3党で今議論しているように基礎控除の引き上げという問題は文字通り所得減税の話でありまして、その所得減税の話をどれだけやろうかというときに、一方で所得増税と防衛所得税という名前の所得税、実質的な負担はないわけですけども、しかし間違いなくその所得税に新しい税が変わるということでありますので、その議論はやはり今すべきではないと、メッセージとしてすべきではないと、いうことを我が党の税調総会でも多くの議員からも指摘がございました。
最終的な決着はまだこれからだと思いますけれども、この所得税について防衛力の整備に関してこれは今年は結論を見ないということは、その方向で我が党は強い主張があるということは言っていきたいと思います。まあ、一致したんですね、一致したんでしょう。いや、ただ正式には どういうふうになっているのか、内々はそうに、内々というか我が党はそういう主張をしていて、自民党も今多分やってる時だと思うので、あまりこの自民党さんの議論をなんか結論付けというのはよろしくないと思いますが、我が党の意向は今申し上げたとおりであります。最終処理をどうするかとか、どういう文言するかとかいうのは今あるわけではありません。北海道新聞の高野です。今 あの関連なんですけれども、法人税とタバコ税については26年4月からという認識で大丈夫でしょうか。それはもう当初からそうなっています。はい、テレビ朝日の大石です。すいません、全然話別件で恐縮なんですが、自民公明維新の枠組みでの協議の話なんですけれども、維新の確か前原さんだったと思うんですが、会見で今後その3党で幹事長 の枠組みで話し合うということもあり得るというような話されてたんですが、現状その西田さん把握されていることありましたらお聞かせいただければと思います。そういう報道は承知をしておりますが、特段そういう話は聞いてません。すいません、公明党維新といえばやっぱり記憶に新しいのが、その衆院選では大阪で全面対決もありましたし、なんか、そういったこともある中で今後その維新とも連携していくっていうふうになりますと、支持者の方ですとか、党内からもちょっとこう否定的に見る方もいらっしゃるかなと思うんですけれど、そのあたりですね、少数与党ではある中で幹事長として今後維新との連携、政策連携どうあるべきというふうに今お考えでしょうか。これもご案内だと思いますが、政調会長同士では話し合いをして、そして、教育の無償化という、これ我々もかねてより申し上げてきたことだし、申し上げるだけではなくて具体的に一歩ずつ前進してきている施策であります。これについて、自民党公明党維新の政策担当者あるいは実務者で、話し合っていくということは、これはもう維新に限らずどの政党ともやっていくということで言えば、維新の皆さんともしっかりと話し合って議論していきましょうと、政策の話し合いは今後もしっかりやっていきたいというふうに思っています。朝日新聞の川辺です。政治改革についてお伺いします。自民党は今自民案の中で要配慮支出、名前変わりましたけども、公開工夫支出というのを残そうというふうにしています。公明党として、公開工夫支出というのが残れば、結局第三者機関を通したとはいえ、その使途が不明になっている、その、誰に何いつ何を渡したか、いくら渡したか分からないっていうお金が、残ることになると思うんですけども、そこについて公明党としてはどのように、議論スタンスを持って挑むのかということをお伺いします。はい、その公開工夫支出については、やはりその今まさに政治改革特別委員会で自民、衆議院において議論されていますね。ですので、この公開工夫支出とはどういうものなのかという、まさに質問等も多分多く重ねられていると思います。そうしたまず審議をしっかり見守って、中身をまず見ないと、それがいいとか悪いとかいうことは言えないと思いますので、今日もそしてまだおそらく月曜日も審議するでしょうから、それをしっかり見守っていきたいというふうに思います。その上で、そうした議論を国民の皆様がどのように受け止めるのか、そして今課題になっている政治資金の透明化ということについて、どの程度その必要性が認められるのか、そこをよく見極めていきたいと思います。それを見極めた上で、政策活動費の廃止
について、自民党のその公開工夫指数も入った政策活動費の廃止法案と、それから野党の7党でしょうか、皆さんが一本化しておられる政策活動費の廃止法案と、長党は出しておりませんので、逆に言えばフリーハンドがありまして、これを一本化する今努力を水面下でも水面上でも修正協議という形でぜひ一本化をして、この国会で政策活動費の廃止ということを法律上明確にしていきたいというふうに思っています。すみません、今の毎日新聞の間口です。今の関連で、自民党はですね、その公開工夫支出の例示として、例えば性犯罪の方から、被害者の方から話を聞いたときに、交通費を出すのにそうしたその支出先の名前はさすがに出せないというようなことを言っています。こういった意味で、その一定その政治活動を行う上で支出先にのプライバシーに配慮しなければいけない点があるということは、公明党としては理解はされているのか、やはりそういうものも公開していくべきだとお考えなのか、どうでしょうか。理解しているかどうかはともかく、マガ党はまず政策活動費を使ったことがないので、そういう私きりの支出でそういうことを賄ってこられたであれば、そういう方々に意見を聞いてみたいというので、例えばということが今のような話が出てるんだろうと思います。そういう意味で使ってない立場からすると、そういうものについて何か困ってるんであればですね、課題として認識しますけれども、政策活動費でなくても我々もそういう方々に当然ですけれども、さまざまな法案を作る際にヒアリングとかしておりますね。それで何か支障がじゃあるかというと、今までは少なくとも我が党にはないと、ないから政策活動費使ってないということなんですけれども、そういうことではないかと思いますが、しかし我が党の活動が政治活動の全てだというふうに、そんなに尊大に言うつもりは全くありませんので、各政党によっていろんな活動の仕方があるでしょうから、そこはよく今の話の通り、議論の中で審議の中でなぜ必要なのかという、その必要性をしっかりと聞いてみたいというふうには思っています。すみません、加山です。すみません、朝日新聞の川辺です。今こちらの裏でですね、自民党の宮沢税調会長が自民党と公明党の防衛増税に関する考え方が一致したと、所得税については先送りするということを認められました。で、そこで改めて公明党としてその所得税その見送りというのは去年からずっとおっしゃってきたというお話、先ほどありましたけれども、そこで自民党公明党一致を見たということ、公明党の主張がその自民党にもその認められたということについての所感をお伺いします。今ご報告をしていただいたのでありがとうございます。そういうことで自民党もまとまったということで、お聞きしますと、先ほどから申し上げている通り、やはり税制というのは政治が最終的には決着をしていく意味での政治のメッセージというものは大変重要な要素だと思っております。所得減税、家計を温める、こういうことを税制で支援していこうと、こういう時に、所得増税の方向のメッセージ出すのは、政策の整合性という点でも問題があるということは昨年から申し上げてまいりました。今年、確かに閣議決定で防衛力を支える財源は重要です。人件費の問題もあるし、老朽化した施設を直さなきゃいけないということもありますし、しかしながら今申し上げたことで、複数年度にわたってその財源はしっかり確保するという閣議決定、これも重いわけでありますので、大法人の付加税あるいはタバコ税は履行していく、しかし、メッセージとして所得税に関しては減税というメッセージの中で増税は取らないと、これは正しいし、公明党が昨年来主張してきたことが今年もしっかり貫かれたということは良かったというふうに思っています。北海道新聞の高野です。いわゆるその103万の壁の引き上げをめぐって、この間の幹事長会談での合意ではですね、段階的に引き上げるっていう
まあ、可能性も示唆されてたと思うんですけれども、国民民主の方ではですね、まあ、一気に引き上げるものだっていう解釈もあるみたいで、そこは、まあ、あの場合によっては解釈の違いみたいなものもあると思うんですけれども、そちらの、 あの幹事長の見解はいかが、あの改めてあのお伺いできますか。まあ、国民民主党さんの主張される178万円目指して、目指してとで引き上げると、そういう文言でしたよね。まあ、目指してっていうのはまさに目指していくっていうことですから、1年でいきなり行くっていうことは、あの3党で最後合意した時にも新葉幹事長からそういう話は直接はなかったんですね。普通目指してっていうのはそういうもんじゃないでしょうか。で、まあ、これはあの3党の話し合いの時にも私から申し上げましたけれども、この、今政府また自民党公明党はですね、2020年代に最低賃金を1500円を目指して取り組んでいます。先ほどの中小企業の賃上げもまさにそこにかかってくるわけです。で、それも一気に1500円にしようということではなくて、毎年毎年少しずつ中小企業の方も苦しい中賃上げを協力いただいているわけですね。まさに1500円を目指して一歩ずつ進んでいくと、まあ、こういう中で、178万円というのも、まあ、国民民主党さんの主張によれば最低賃金、これが1995年から 1.73 倍になっているということで178万円という数字を出されているわけでしょ。ですから、その我々が目指す最低賃金の引き上げということもそうですし、それに応じて国民民主党の主張する178万円を目指すんであれば、一方で1500円というものも目指しているわけでありますので、その最低賃金を引き上げることに伴って基礎控除を引き上げていくという考え方もあるんじゃないかということを私が申し上げたんですよ。178万円を目指すという意味はですね、でということで合意したって私は理解しておりますので、いきなり来年178万円になるという文脈ではなかったというふうには思いますが、しかしそこを目指していくことはもう明確に言ってるわけですから、そこはそういう、まあ、私の今の理解であります。